はい、それでは、まあ、インターミッション的に、途中からですけど、また私の方から少し、今日はですね、オフィスというものがあります。パソコンを使う方であれば、まあ、会社の方だとかね、必ず今はもう欠かせない道具でしょうね、オフィス、ワードとエクセルっていうんですけどね。昔はロータス123なんかありましてね、もう大昔ですけど、チャップリンが CM やってましてね、これは爆発的に売れたんですけどね。でも、もう今はオフィス、エクセルっていうのは表計算。で、ワードっていうのが、まあ、ワープロですね。このオフィスのパッケージになってるんですね。これもちょっとややこしいんですけど、まあ、パソコンの場合は、この OS とアプリに分かれます。OS はこの前から説明してましたよね。いろいろややこしいですよと言って。で、XP だとか7だとか、今8があるんですよね。で、なおかつ、OEM とか DSP 版があるんですよね。これはまあ前々回のあたりでもうアップしてますから、そちらで詳しく説明してありますので、今回も省きますので。で、このアプリっていうのは、OS 以外は全てアプリです。はい。まあ、アプリっていうのはアプリケーションの略なんですけどね。OS 以外は全部アプリと。はい。で、そのアプリの中の代表選手として、この Office っていうのが挙げられます。Office っていうのは今ここにあったように、Excel とか Word とか PowerPoint だとか、まあ、他にもあるんですよ、はい、この中のまとめてオフィスなんですよ、その中のオフィスもまたこことよく似てて、で OEM 版みたいなのがあるんです。これがややこしいです。だけどオフィスの場合はこの OEM とは言わないんですけどね、 PIPC って言うんですけどね、まあ、一般の方はもうこういうふうに言っちゃうんですけどね。でもマイクロソフトは認めてません。こんなのは存在しないんだって言ってるんですよ。ここでどういう問題があるかというとですね、今はもう2013、今年バージョンも出てるんですよ。で、2010でね、この間うちの、まあ、前ちょっとパソコン教室にちょっと見えてく方なんですけどね、ちょっとトラブりましてね、インターネットオークション。これオークションは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ一応、まあ、私たちはもうそれで生活してるようなね、オークションが欠かせない一つの、まあ、商売の道具にはなってるんですけど、私十何年やってますけど、一回も引っかかったことないですよ。でね、一回とか二回とかちょっとやられる方は引っかかっちゃう。というか、引っかかっていうと変な言い方なんですけどね。一つあるのはですね、これはまあオフィスにかかわらず、中国から荷物が来るケースがあるんですよね。例えば買いますよね。名前も日本人ですから分からないんですね。で、買って、荷物がむちゃくちゃ遅いとか、むちゃくちゃって言っても今最近はこうエクスプレスって結構早く来るんですけどね。いや早く来ますよ。はい。うん、でただちょっと送料が高いなとか、ね、こう翻訳ソフトを使ってんじゃないかなっていうようなこの日本語変換、ならちょっと注意されるといいんですけどね。かなり中国、こちらで注文するから日本国内の方に売ったと思ってますよね。あ、買ったと。でも実際には中国人の方が本国から送ってるんですよ。で別におかしいものではないこともあるんですよ。全然問題ないことも、もうそういう問題ないのがもう大半だと思っていただいていいと思うんです。ごく一部です。中国の方も、まあ、非常にこう、まあ、いろいろ言われますけどね、ほとんどの方はいい方ですからね。もう日本人も中国人も一緒ですからね、悪い人はそういういるのはもうね、しょうがないですね。はい。ただ相対的に多いというだけでも、ほとんどになってはありやすいね。だからまあ、たまたまそういうのに引っかかっちゃうんですけど、これ引っかかる仕組みがあるんですよ。この分かりにくいっていう。はい。これオフィスも、まあ、OS でいうと OEM、PIPC。これはパソコンを買ったときにセットで入ってるんです。したがって、買った方も気がつかないかもしれない。あれっていうぐらいでね。ただ、国産のやつ、国産って言ってもなんか日本で作っていることは少ないんですけど、今は NEC か富士通か、まあそんなとこかな、一部ね、ほとんど海外で作ってますからね、パソコンも。そうすると、ちょっと日本のパソコンの買われた方はちょっと割高になってるはずなんですよ。これが常にセットで販売されていることが多いです。で、海外の、まあ、パッカー、ヒルテパッカードとか、HP って言うんですけどね、デルとか、大体付属しません。そうでしょうね、高くなるから。高くなるからね。それといらない人もいますよね。うん、そうですね。したがって
そこで1万、今日ですね、1万から2万ぐらい上がっちゃうんで、値段が。いや、我々は知らずに買ってますよ。で、これ基本的にね、マイクロソフトが言うのは、パソコンといわゆる OEM というんですからね、セットですから、パソコンと一緒に移動してほしいわけですよ。だから、そのオフィスというのは目に見えませんよ、中に入ってますから。だけど、移動するんだったらパソコンもセットだよと。でも、これどうしても分かれちゃうんですよ。で、オークション上に出るわけですね。で、ちょっと分かりにくい部分はあるのは、そのまたオークションに出て、問題ないやつもあるんですけど、一部ちょっとこう、えっていう、例えばですね、まあ、ちょっとこちらで具体的に見てもらいましょうかね。まあ、オフィスのですね、最近あった例としてですね、分かりにくいっていうのはね、先生も今聞いてて、そんなのがあるのって感じですよね。そうですね。こういうパッケージ版で販売禁止って出てますよね。販売禁止ね。このシールちょっとね、要注意ですね。はい。で、あとですね、シール画部分がちょっとこう、ボケてる。昔よく DVD なんかの海賊版の中にあったんですけどね、ちょっとボケるんですよ。で、ここのところですね、ここのところ。ここの印刷がですね、かなり薄いんです。薄いね、この相当薄い。ここですね。薄いな。こういうのは、この、DSP、PAPC。の中でもちょっと危ないと思ってください。これですね、実際にこれ間違って買っちゃったんですよ、私の知り合いが。マイクロソフトに電話しました。ちょっと訳のわからない説明で断られたんですよ。これに関しては特別なお客様のもので、返してくださいって言われて。返してくださいって、これ結構オークションですからね、返せないですよ。もう、大体もう一回、ね、そういう手続きしちゃうと。いや、業者から売ってるやつはいいんですけどね、個人ですから、ですからもうこれもう一回、まあ日本法人の方に、まあ、手紙なんか文章を送るとは言ってましたけどね、多分なんともならないと思います。だからこれもう実最近も起こった実例ですので、このパターン気をつけてください。いや、鮮明でないやつは気をつけようということですね。そうですね、パッケージ自体はもう分かりにくいんですけどね、裏側見てもらう、それとオークションの場合は全部写真撮ってくるわけじゃないんで、全部見れないんですよ。で、あとまあ注意することといったら、オークションの場合は評価があるんですよ。その人の評価がいくつだとか、それが一つ目安になるんですね。で、その評価が少なかったり悪いっていうのがいっぱいあったりする人はもう気をつけた方がいいです。ですから、まあ、1回2個はあってもいいんですよ、たくさん商売する場合は。それとまあ、かえって業者の方が安心かもしれないですよね。でも個人でもね、よくよく見てると前の履歴のオークションの評価を見てると、で、悪いっていうのがついてても、その悪いが何かまで見れるんですよ。電話したけど2回メール送ったけど返事がなかったと、それでも割と捨てられちゃうことも多いんです。私なんかも男女こうジャケットですよね、男と女間違えて割りつけられましたよ。男物、私男なのに女物送ってきたとか、写真見ればわかるんですけどね。だからもうほんの些細なことでつけられることはあります。だからまあ、悪いの内容ですよね。で、まあ、なんとなく僕らの長いことやってるともう、こう、気がついちゃうんですけどね。やっぱし、こう、1回、2回ぐらいだと、わからなくてね。で、ましてや、こういう、難しいですよね。オフィスの場合。で、まあ、このオフィスに関しての具体的なことはですね、こちら、私ちょっと調べて、ここに、マイクロソフトのホームページの、ここの URL、に具体的に、こういうオフィスに関してのことを細かく書いてあります。また気にして見ていただく、まあ、ネットオークションで買う場合は、そういうふうによくよく気をつけてください。まあ、全てにことに言えるんですけど、今はネットオークションだけじゃないですよね。この間大手家電の話もちょっとしましたよね。ですからもう、まあ、こういう社会になってきた以上、まあ、必ずそうインストリックのようなことがあると。違法とも言えないんですよ、これも。一回インストールできるんですよ、これ。先生、一回できるんですよ。入っちゃって、二回目ダメです。
あ、だから使えたろって言われたらはって言わないでしょ。安いんです、すごい安いです、値段がね、3分の1以下の、まあ、そういうことでこういうトラブルが現にありましたので、何かありましたらこう常にそういう情報を出していくようにしたいと思ってますので、よろしくお願いします。